身長ビヨン、医師医学科生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリなんですけど、プロスポーツ選手を目指しているあなたへってことで、スポーツ選手を目指している方のための、成長ホルモン治療とか、いわゆる身長治療でね、そういったところについて説明させてくださいってことで、ズバリなんだけど、ドーピングに該当しますってことで、ズバリなんだけど、タイトルもお伝えしてるんだけど、ズバリなんだけど、ドーピングに該当しますよってことをお話しさせてください。じゃあ子供の時に成長ホルモンを打ったのが大人になった時もずっと罰せられるのというか、ドーピングに該当するのっていうふうな質問が出てくると思います。で、結論から言うと基本的にダメです。だからそこをまずぜひ覚えておいてください。例えばなんですけど、じゃあ子供の時に打ってたのが許されるっていう原因だとすると、じゃあいつまで子供なのって話でね、例えばだけど、じゃあ17歳と11ヶ月と29日まで成長ホルモンを打ってて、18歳と0ヶ月に何か新しいプロの試合に出て、だって子供の時に成長ホルモン打ってたからもう私もう辞めてるから関係ないじゃんって言って許されると思います？おそらく許されないですよね。1日か2日前まであなた打ってたじゃないって、明らかにそれが 今のあなたを作り出してるでしょうというふうに言われてて、それスポーツにとって有利に働くのであれば、それは明らかにドーピングですよね。そうやって考えると、別にそれは、いつであろうとスポーツで活躍することを目的として成長ホルモンを打っちゃいけないです。まずそれが第一点だというふうにご理解ください。で、ただ、現状としてそれらがいわゆるそうなんていうかな、ちゃんと規制されてるかって、例えばだけどプロスポーツ選手にさ、皆さんにさ、ちゃんとその昔成長ホルモンを打ったことありますかとかで、はい、いいえって項目って多分ないよね。だから変な話なんだけど、バレるかバレないかってはっきり言ってもバレないと思うね、一言で、ね、というのもそもそもだけそういうふうなことをいわゆるプロスポーツ側が今のところ想定しないんだよね。いわゆるその人があんまりいないからね。だからそういったところでいわゆる規制がないってところ。ただ今後こういった規制が出てくる可能性はあるよって説明ね。例えばなんだけど、オリンピックの選手になるときに昔成長ホルモンの投与を、小さい受けた人はもう出場禁止とか、そういったことは、今後そういった規定が、例えばオリンピック協会とかからもしかしたら出るかもしれないね。それはこれ日本だけじゃなくて全世界的に、おそらく私が思うにこういった子供に対する成長ホルモンといってどんどん増えてきます。はっきりとこれ、間違いなく増えてきます、私が思うにね。なので今後そういったことになってくると、そういったチェックリストがあってきて、それチェック入った人はダメとか、そういったことが行われる可能性はあります。ただ現状としてはないよって説明ですね。いや先生、だけどさ、世界で一番サッカーの上手いさ、メッシ選手って成長ホルモン打ってたんだよねってことで、それ皆さんご存知の方も多いと思います。ってことで、彼は、成長ホルモン打ったことによって今171センチとか公表されてる数字はそんなもんだと思うんだけど、それがなったというふうに言われてます。なのでおそらく彼は治療していなければ160センチ前半とか、160センチ前後とか、そういったところがおそらく彼の元々のナチュラルの身長だったのではないかなというふうに考えられます。で、彼に関して言うと、一応建前上成長ホルモン分泌不全症というふうなことが言われています。でこれに関して言うと、私は、これ以上何にもコメントできないのが本当のことってことで、YouTube では公の人が見ますので、彼はそういうふうな分泌不全症の人だったから成長ホルモンを打っても、そのいわゆるドーピングに該当しない、いわゆる病気の治療だったからねっていうことでね。例えば、よくその皆さんも聞くだろう、ドーピングの有名な薬ってステロイドってお薬で、ステロイドも一応病気のために使ってたのであれば OK っていうのが今のおおむねの前提的なルールになるので、この成長ホルモンに関して病気で投与したのであれば問題なかったっていう説明になります。ただ、そこで疑問になってくるのが、じゃあ成長ホルモンが分泌が不全だった人が、世界で一番サッカー上手くなるのかなっていうのは、やや疑問も残るような気もしないでもないようなというか、これちょっと少し私も言及すごく難しいんだけども、なんと難しいところですね。ただ少なくとも、彼に関して言うと、そういったのは公表されてて病気で打ってたっていうところになりますので、そこを十分でご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。ってことで、結論から言うと、プロスポーツ選手を目指している方に関して言うと、成長ホルモンだったりだとかプリモモランとか、そういったお薬は全部基本的にダメと、それに対して病気で投与する場合は OK で、さらに栄養補充療法は OK ってところで、そこの分類だけね、しっかりご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思いますので、プロスポーツ選手を目指している方に関して言うと、そういったところねご理解いただいて、初心の方ね受けていただくといいかなというふうに思います。それですね、今後も全身全霊で、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。